吉田さん、現代に隠居っていうことをね、自称する人ってあんまりいないと思うんですよ。なんか江戸時代の、なんかね、職人とか商人みたいな感じですよね、隠居って言ったら。まあ自分の商売を、まあ子供とか後継者に譲り渡して、あとはね、その成り行きを黙って見ていると。で、自分であんまり働くことはないんだけども、でも若いもんがね、いろいろと迷い悩んだら、ご隠居に相談してみようって感じでね。奥まった部屋に、隠居部屋に、その若いもんが来てね、あ、なるほどと、それはね、こうだよと、ああだよっていうふうにね、アドバイスをしてあげたりとか、まあ、隠居っていう立場を利用して、若い頃に培った人脈なりに声をかけて、騒動をさばいていくみたいなことがあると思いますよね。で、隠居っていうのはね、結構ね、人とつながっていたりとかするわけなんですよ。で、なんで人とつながるかっていうと、人とつながるべく人生を送ってきたからなんだろうなと思います。ですので、それを現代に置き換えると、やっぱりね、50代とか60代で、なんかね、重要なキーパーソンとつながっていることっていうのは、そのまま青春時代をどう過ごしてきたかにも関わるんじゃないかなと思うんですよね。もう私の青春時代はもうとっくに遠くの方に行っちゃいましたけども、けどね、やっぱこう、吉田さんもそうなんですけども、私がね、なんかこう、まあないですけども、誰かのことを引き合いに出すときって、それなりに生き残ってきた人のことなんだろうなと思うんですよ。吉田さんって人がいてね、みたいな感じでね。はい。まあですんで、今回何が言いたいかっていうと、現代の隠居というね、ことが言いたかったということなんですよ。隠れてそこにいるというね。うん。表だったら出てこないんだけども、存在してるということですよね。いやけど私はバリバリのビジネスをしているわけではありませんし、自己表現をね、あっちこっちで、なんか人を集めてセミナーみたいな時代終わりましたけども、でも誰よりもロスしてるんじゃないかなと思いますし、誰よりも稼いでるんじゃないかなと思うんですよ。まさに現代の隠居とは、引退してなお現役時代よりもさらに豊かに自由にということなのかなと思います。それでね、やっぱりね、もう吉田さんね、なんかこう、本を読んで1ページ目から読むみたいなことじゃなくてね、ここにいいこと書いてあるよっていう読み方ではなくて、どんなキーワードからも作り上げるっていうかね。まあ、そんな感覚ってわかりますよ。言ってみれば、道端に落ちてる石をお金に変える術を生み出すみたいなもんで、もうすでに価値っていうのはね、自分が与えるものであって、自分が引き出すものであって、誰かに決めてもらうものではないかなと思うんですよ。そう考えると、自分の人生は全然ダメでしたみたいなね、ことを言う人がいますけども、じゃあそのダメをさ、使ってみようよ、みたいなことにもなるわけですよ。しくじり先生みたいにね。あの、しくじり先生って面白いですよね。失敗談ばかりなのになぜかためになるという。そんな失敗をしたからこそ、そこからためになるエピソードを抜き出して、今に至るみたいなストーリーも引けちゃうわけなんですよ。まあけど、せっかく失敗したのに、それを使わなければ、本当に無駄になっちゃうんですよね。そう、無駄ってのはどういう概念かっていうと、まあ無駄をどうにも手をつけない。そのまま放置して本当に無駄にして腐らせてしまうってことです。でも無駄なことをしたっていう経験は、それをね、使うことによって無駄じゃなくなるという、そういうふうなね、あの、トキン戦法っていうんですけども、あの、くるっとひっくり返ると、ものすごく有能なスパイスになっていくっていうんですかね、ツールになっていくっていうんですかね、そういうことができると思うんですよ。で、私がいつも考えてるのはそれなんですよ。多くの方が見向きもしないような、本当ゴミみたいになっちゃったもの、これを使えないかなと思うわけですよね。まあ、現代風に言えば、リユースってやつですか。リサイクルとかね。リデュースとかね、あんな感じでございますけどね。はい、これからもね、多くの方が、もう、またいで通るようなものに対して、私は、たった一人の、私だけにしかわからないような価値を取り出して、それをまた発信とか、商品とか、売り上げとかお金に変えていこうかなと思います。それでは、今回は以上です。いってらっしゃい。